下水道公社の処理施設のゲートの前の放射線量は 0.79 マイクロシーベルトパワーです。2013年9月28日、福島県郡山市と本宮市の間を流れる五百川です。群馬大学の早川幸雄教授が作成した放射能の汚染地図です。福島第一原子力発電所からおよそ55キロから60キロの距離にあります。この場所の空間の放射線量は胸の高さで 0.67 マイクロシーベルトパワーです。福島第一原発が立地する双葉町の人々が住んでいる応急仮設団地があります。そして下水道を処理をする県中浄化センターがあります。この場所は除染作業がされています。除染作業がされた場所のモニターは 0.307 マイクロシーベルトパワーとなっています。仮設住宅に住んでいる人たちが利用する路線バスがあります。この先は関係者以外立ち入り禁止になっています。これより先に進むことはできません。測定が完了しました。下水道公社の処理施設のゲートの前の放射線量は 0.79 マイクロシーベルトパワーです。